実際に村見社長にテアゴスティンジャパンさんで売れたあの商品があるということなので、ちょっとご紹介いただけますでしょうか。週刊ロビーをご紹介したいと思います。2013年に創刊をして、大変好評なのですでに3回あのラウンチいたしました。累計で、12万人の方が、最終号まで進まれて、ロビーを完成してくれたと思っております。ですので、まあ、これがあの最終的なロビー君になりますけれども。なるほど、こちらが、はいはい、その大体何十号ぐらいで完成するんですか。ちょうど70週70号で完成いたします。なるほど、じゃあ70冊買ってちょっとずつ組み立てて、こちらが完成すると。はいはい、この子はあの、まあ、コミュニケーション会話もできますし、ダンスもできますし、まあ、歌も歌えますし、腕立て伏せや腹筋などもできます。で、まあ、あの非常に家族の一員として皆様に愛されていると思います。その70週連続で買っていただくところに非常に、はい、あの御社の強みがあるのではないかなと思うんですけれども、はい、そのお客様に買い続けてもらうための工夫がちょっと詰まっていると伺いましたので。書店様に言っていただけますとですね、うちはあのバンドルで結束することは決していたしません。いつも手に取って中身が見れるようになっております。で、あの、まあ、雑誌部分と、まあ、あのその、まあ、部品の部分に分かれているわけですけど、まあ、雑誌の部分はこのロビー君の魅力をふんだんにお伝えするとともに、はい、雑誌が先に。そうですね。雑誌でどういう情報発信をされていらっしゃるんですか、最初に。そうですね、まあ、あの実際完成する商品のイメージをできるだけあの高めてもらう。こんな可愛いものができるんだ、こんなに精巧なものができるんだ、作ってみたいなっていうようなことができますですね。あえて中身を見せると。そうです。で、それから、マガジンがこういう要素でできてますということをご紹介をしたり、うん、はい、それから2号3号4号ですね、2号3号4号にはこういうのも予告も出したり、パーツの絵もちゃんと載ってるわけですね。はいはいはい、それから、まあ、提供されるとこんなにお得なことがありますよってこともご紹介をしたり、あるいは、ロボットについての、まあ、いろんな知識も勉強できたりですね、するようなことができまして。そのロビ君以外 の、 そのロボット自体の知識も得られるというところ。それで、あの雑誌を楽しみながら最後に部品、部品があると、これでちょうどこれは頭の部分の組み立てが開始できるんですね。はい、なるほど、これは第1号ですよね。第1号です。これだけの要素が詰まって、まあ、790円ということで、まあ、手に取りやすい価格で、あの書店様にもご協力いただいて、一番見やすいところに展示をして、でテレビコマーシャルも、うん、あの我々はかけるんですね。あの出版社では異例だと思います。あの書店様にも大変喜ばれています。はい、あのテレビコマーシャルを通じて商品知識を持っていただいて、書店様に来ていただく、あるいは書店様を歩いている時に気がついて、あれがテレビコマーシャルでやってたやつだなと、デアゴスティーニっていうのでね、あの、まあ、有名だと思うんですけれども、それで、まあ、商品を取っていただく、取っていただいた後には楽しくてしょうがない、毎週楽しみだという仕掛けをたくさんして、できるだけお客さんとともに70号まで搬送するっていう感じでしょうかね。この第1号というところがやはり最初に手に取ってもらう、今後続けていってもらうためには大事な部分だと思うんですけれども、はいはい、まず価格が安いというところが特徴があるんでしょうか。物事ですね、何かを始めたいということを考えていても、なかなかその値段的制約、あの時間的制約で、あのためらってるお客さんいっぱいいると思うんですよ。ロボットがあります、10万円です、はい買ってください、300ページのロボットについてる知識本です、はい買ってください、なかなかあの手に取れないのが本当の本音じゃないでしょうか。それをですね、我々のは挿絵や写真をふんだんに使って、手に取りやすい価格でお届けすることで、これだったら始めてみようということで始められて、まあ、1年ちょっと後にですね、まあ、こういった愛くるしいロボットが完成して、かつロボットに関する知識も深められるということを獲得していただくというところなので、創刊後を手に取っていただくというのは非常に大切なプロセスになります。その完成するまでさまざまなパーツがあると思うんですけれども、はい、一番最初に入れるパーツっていうのは何か、その御社の中で決めていることですとか工夫っていうのはあるんですか。はい、
やっぱり一番その商品の肝になる部分を最初に組み立てていただいて、なるほど、全体の肝になる、まあ、肝というのはそのいろいろあるんですけれども、まあ、ロビ君の場合ですと、この、まあ、頭の部分ですね、頭の部分をこちらをその、まあ、作っていただくように工夫をいたしました。もちろん動作をするという意味では腕や足やボディでもいいんですけれども、これはですね、ロボットっていう便利なものではなくて、家族の一員であるというふうなコンセプトで考えてましたので、やっぱり顔というのが一番大事な部分だと思っております。ですから最初にこの頭、顔の部分を作っていただくことで、すでに家族が生まれつつあるというイメージを持っていただくことで、継続意欲、まあ、商品に対する思いを高めてもらうという工夫をいたしました。なるほど。そういった部品にその共通する最初の部品というのはどういうところになるんですか。ですから、まあ、その商品のシンボルになるような部分でしょうかね。ですからそこがまあ一番大切な、例えば車ですとその、まあ、前のその、まあ、車の顔になる部分を最初に組み立てていただくとか、そんなことを工夫してやっております。なるほど。CD と、まあ、雑誌を組み合わせた弊社の初期の頃の商品なんですけれども、まあ、クラシックコレクションということで、はい、まあ、こういった CD がついておりますけれども、はい、これはその1994年 の、 その創刊になるんですけれども、はい、まあ、ですから弊社が日本で事業を始めてから間もない頃なんですが、創刊号がなんと200万部売れました。200万部というのはですね、おそらく本としても、まあ、非常な部数ですし、当時 CD としてもですね、はい、まあ、いわゆる相当な部数、まあ、部数っていうか、まあ、枚数ですよね、ということで当時のクラシック CD の業界の、まあ、おそらく倍ぐらいの数、クラシック業界そのものと弊社が販売した CD がほぼ同じというぐらいのヒット商品となりました。 CD の市場の相当するものが一社で売れてしまったと、はい、ですからいろいろご協力いただいた方々もこれほど売れるとは思わなかったと、つまり CD を買うということとクラシックについて、クラシックの CD を買うということとクラシックについて少し勉強したいということがちょうど相まって、お客様に受け入れていただけたらと思っております。当時その雑誌と何か付録といいますか、そういうパーツがついているというものは日本になかったんでしょうか。初めの頃はもうなかったですね、ほとんど。で、まあ、一部あったにせよですね、まあ、そういった形で全国に広告を打ち、年間数本出してくるっていう事業を開始したのは、我々で、おかげさまでこの業界においては、まあ、50% 近いシェアをですね、毎年いただいております。なるほど。このパートワークというシリーズもの で、 で、ね、ずっと継続して買っていただくスタイルっていうのはデアゴスティンさんが初めて、はい、広めた文化ということなんですね。はい、なるほど、ありがとうございます。